おはようございます。今日は指定席が埋まっているということで、東京駅から自由席チャレンジ。新潟に行くのも川越さやちゃんの卒業公演以来です。さあ、本間ひなたちゃんの卒コン、そして新体制 NGT 楽しみです。さあ、今日も朝から軽く始めていきますよ。壺の氷結無糖レモン、大好物です。はい、新潟駅に到着です。今日はジャニーズのコンサートがあるそうで、女性客もいっぱいですね。指定席は満員でした。2ヶ月前の新潟駅になかった光景、それは開花のバスターミナルの運用開始です。いやー、すごいですね。新しい新潟って感じがします。しかしバス停が多すぎて迷っちゃうというね、なかなか難しいです。さて、バスに乗ってなんとか市役所前にたどり着きました。いやー、白山神社の敷地から出てくるこの桜も素敵ですね。思わず写メ撮りましたわ。白山公園の桜並木をかき分けながら見えてきました新潟県民会館。まだ会場までにはね、少し時間があるので、あるものを引き換えに行きたいと思います。引き換え場所の手前に来ました。紙チケットに引き換えがしてくれます。運が良ければね、サイン入りのチケットがあるそうです。引き換えてきました。残念、サインはありませんでした。まあ、記念ですからね。はいはい、開場しましたが、入場列が落ち着くまで花見でもしながらゆっくりします。いやー、いい花見日和だ。入場したら恒例のお花撮影。 AKB48 グループからは AKB48 と HKT48 からお花が来てました。着席して景色はこんな感じ。前のエリアが女性ばっかりでちょっとびっくりしちゃいましたね。さあ、新生 NGT 楽しみだ。昼公演終わりました。いやー、新しい NGT のシフトを見せてくれた、そんなコンサートでしたね。キャプテンの藤崎美優ちゃんは気合がバリバリに入っていたし、普段やらない姉妹グループの曲で新しい魅力を見せてくれたメンバーもいたし、そして世界はどこまで青空なのかで4期生の磯崎奈々ちゃんをセンターに持ってきたり、新しい NGT をこれでもかと打ち出してくれた、そんな昼コンサートでした。さあ、コンサート後はやってます。どうでしょう。いいコンサートの後は瓶ビールですよ。いました、ラーメン。ここはツバメの背脂ラーメンを踏襲した形で太麺ですね。玉ねぎもたっぷりで美味しかったです。そしてまだ夜公演、まだ時間があるということで、氷結を片手に花見をしていきます。ピンボケだ。いや、でもいい桜だったわ。さあ、夜公演はこの座席から。本間ひなた卒業コンサート、どんな景色を見せてくれるのでしょうか。卒業公演終わりました。いやー、ひなたんかっこよかったですね。かつて総選挙でNGT を引っ張っていきますと宣言して、それはどうでしたかと聞いてくる卒業スピーチ。いやー、なんかまさに NGT を引っ張ってきたというか、若いメンバーもちゃんと導きながらっていうコンサートでしたね。ほんまひなたかっけーわ。
本町の居酒屋に出てきてビールです。お疲れ様でした。乾杯。さあ飲み足りないということで駅前まで出てきて純ちゃんで日本酒を飲みます。やっぱりね、新潟まで来たら日本酒ですよ。この日はね、ブリのなめろうがあったということで思わず頼みましたよ。やっぱ日本酒にはね、これですよね。そして純ちゃんといえばやはりおでん。この日はね、春ということでタケノコもあったので頼んじゃいました。大きいけどね、柔らかかったんですよ。美味しかった。おはようございます。ゆうべはいいライブの後、いいお酒を飲んでぐっすり眠りました。ゆっくりめにホテルを出ます。さて久々の新潟ということで新潟っぽいものを食べたいということで東横に来ました。まずは油淋鶏から来てきました。味噌ラーメン、割りスープがねついている汁割りのラーメンということで、やはり今日も濃厚でございます。太い麺に絡むんですよね。さて新潟駅に戻りまして、東京へ戻る新幹線へ乗っていきます。久々の新潟楽しかったな。車内では今日はお酒は飲みません。お茶とともに新潟の晴れた空を走っていきます。東京駅に戻ってきました。さて今日はこれで旅は終わりではなく、まだ行く先がありますと、その前にステーションブースで AKB48 のオンラインお話し会をしていきたいと思います。さて新木場駅経由でバスで東京ビッグサイトまで来ました。さあこれから HKT のおしゃべり会です。各グループの新しい姿を見ながら他のグループにいる推しに挨拶。これからも忙しい世界は続いていきます。